コーギアです。ムミンです。わかってきみでーす。オンラインで学歴じゃんけんやっていきたいと思います。この人高学歴やと思ったら勝負する、違うと思ったらスルーする、そして勝負した2人の偏差値がどっちが高いか、これビーヤマとフーミンの対決形式の企画になってます。オンラインなんで全国から来ますから難しいですよ。負けた方がね、僕らのこのパーカー、はい、こちらをね視聴者プレゼントにしたいと思ってるんで、皆さんチャンネル登録お願いします。高評価と概要欄から SNS のフォローもお願いします。それではオンライン学歴じゃんけんいくれい。わかって TV。 おーおーおおえ消せ消せ消せ、やばいやばいスルーしますいやいやスルーだわ、当たり前だ。もしもし、わかって TV です。はい、じゃあまずお住まいはざっくりどの辺ですか？大阪です。賢い大学は少ないです、正直な話。阪大とかじゃないと。今は何年生ですか？新1年生です。なるほど。お兄さん自宅待機中何やってますか？スイッチの抽選販売申し込んでます最近なんかスイッチめちゃめちゃ売れてるらしいな。おい任天堂、国民全員が苦しんどんねん、お前らも苦しめ。いやいや、どういうこと？言うとくとな、若手 TV もそうやぞ。広告収入3月から4月で半分以下や、ほんまに。いやお前言うなって、お前それだからそれ。オンラインなんて再生数落ちて広告単価も再生数もダダ落ち、損した分全部 B 山から引いとくから、ほんまに。おい、どういうことだお前ちょっとスイッチでやりたいソフトは何ですか？ポケモン。ポケモンか。ポケモンって単に楽しむだけと個体値とかいろいろ調整するやつとで額分かれるんですよ。ビーヤマとか個体値とかも難しくてようやらんかったやろ。なんかいやいやいや、持ってたらモテそうなポケモンばっかり集めてた。そんな知らんけど、君はどうなの？個体値とか種族値の計算とかしてたの？昔のやつはしてました。うわ、だからやり込むタイプですよこれ完全に。ポケモン好きということは阪大の理系の可能性が高いよ。立命館関西大学ポケモンの調整とか絶対しないっす。賢そうな顔なんだよね。1年生の顔じゃないでしょ完全に。確かに。そう、もうなんか就活しててもおかしくないよ。高学歴は老け顔やね完全に。初回やから一回スルーしとこうかな。様子見ましょう。じゃ僕もスルーします。お兄さんの最終学歴、はい、大学学部教えてください。同志社大学の文化情報学部です。おお、いやこれ同志社の穴場学部です。同志社の中で低い。なんか若手に言いたいことあります？大丈夫ですか？ふみさん、感覚に指定校推薦のネタ言ってもらってもいいですか？同志社も一緒のようなもんやろ。同志社も付属校あるやろ。同志社の付属校、同志社の推薦入試なくしてから言え。こっこり先やそんな言ってええのは。はい、わかりました。もしもし、若手ディフィです。こんにちは。こんにちは。どうも。いやもう、いやいやいや、おい言うなお前じゃあ、まあエリアとかだけかまず行きますか。まあ、お住まいの、お住まいちょっと情報が少し黙れ。お住まいのエリアを教えてほしいんですけども、はい、埼玉市です。あー、埼玉市、はい、埼玉で多いのは早稲田なんですよ。ほう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 。あ、多いね確かに。君リアクションちょっとやめてなんでいいだろ別に。ほうほうほう。なんか芝居歌んでいいから趣味とかあるの君は？アニメとか鉄道とかオタクです。後ろあれはなんだそれ、ポスターとかなの？なんかバーチャル背景ですね。あー、いや女の子じゃんそれ。オタクじゃん完全に。早稲田っぽいな。いや早稲田っぽいよな。ちょっと早稲田か明治とかだよね。そうですね。うちでの過ごし方教えてください。バイトばっか出てましたね。スーパーでレジやってます。嫌な客の話これ聞きたいですよ。タバコ買いに来たお客さんで、自分の買った商品が入ってないんだけどって怒られて、買い物かごよく見たら普通にその商品入ってて、タバコが。なのに謝罪もなくただキレられただけっていう。関西弁だったんでこっちもすごいビビっちゃって。君も低学歴やったらいっぱいのの知ったるからなおいやめろお前、関西弁のの知ってるお前好きな女の子いる？あ、今はいないです。最近いつまで付き合ってたの？受験期に好きな子できて遊びに誘ったら受験後に振られました、遊びすらダメってこと？ダメって言われました。なんそれ一緒に遊びに行こうって LINE したら、いやそれはちょっとっていう、結構広く行ったよスルーします。マジだ。大学のすごいとこ絶対わかんないように教えてください。広いです。広い。あー広い、いいヒントだな。法政大学多摩キャンパスっぽいんで、スルーしたいと思います。お兄さんの最終学歴、はい、大学学部教えてください、はい、東洋大学の社会学部社会学科です。ニトコマセやないか。マジ以下の大学に人権なんてありません。やめとけよ。その東洋大学のツアーで出れたら、はい、まず背景画像やね。
確かに。これが二郎っすか。そうですね、二郎っすね。部活とか何やってた。高校帰宅部でした。帰宅部、勉強に捧げた。そうなりますね、はい。塾通い。はい、塾通いでしたね。何年生から。高1の1月ぐらい。早い、はい、2年計画なわけですよ。そうだ、2年いりますかって話よ。いるよ。あ、なるほどなるほど。3科目に2年、1年で 1.5 科目。あるわ。倍の科目やってます。5教科7科目です、こっち。帰るもんね、今日。紙のコンセプトは何ですか。コンセプトないです、うん、紙を考えないってことは、おそらくその紙に使う時間をもったいないと思ってると思うので、多分これ国公率の可能性が高いですね。確かに。しかもさ、シャツちょっとチェックシャツっぽくない。なんか高校代だ、これ。高校代だも完全に。好きな元素記号はルビジウムとか。おお、マニアック。地質関係は酸素とかしか知らんから。いや、お前 H2O か、お前。まあまあまあ、いやいや、え、恥ずかしいなこれ。H2O って何か知ってる。ビアは酸素じゃない。水やから。水。酸素何。 O2 や。 O2 ですね。カットできないですよ、これ。恥ずかしいんですよ。これマジでちょっとカット、マジでカットしてください。好きな女性のタイプ教えてください。優しくて裏表がない人ですかね。誠実さね。裏表。そうですね、うん、東高大生で高校時代に結構女子の闇見てるんで、はい、悪口言われたりとかしてるんですよ。偏見だわ。裏表ない子がいいなっていうことやね。今何年生でしたっけ。大学4年生ですね。あ、4年っすね。わかりました。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。 B4 という言葉が出た。 B 山知らんやろ。 B4 っていうね、学部4年生って意味やね。要は院に進むことが前提やったりするわけですよ。つまり 100% 理系大学、おそらく東工大の可能性が お高いと思います。高田風美、勝負します。ちょっと待って、俺も言ったかった。お兄さんの最終学歴、大学学部教えてください。名古屋工業大学工学部になります。しゃー、愛知二流大学じゃねえか。学部は工学部生命応用科学科ってとこです。名古屋工業大学工学部生命応用科学科、偏差値55、国公立プラス5、理系プラス5で偏差値65です。あー、低いなー。さあ、まず見た目ですね。私立文系っぽいですね。まずどこに住んでますか。はい、実家の兵庫県ですね。実家の兵庫県。大学はじゃあ別のエリアってことですか。そうです。大枠で教えてもらってもいいですか。関東。関東。兵庫のどこですか。宝塚市ってとこですね。宝塚。これはね、正直額高いのよ。お兄さん、若手 TV に力見てますか。初期の方から見てて、いっちゃん好きな、ちょっと風味の家でバーベキューするって。めちゃめちゃ初期やん。このちょっとそこから見てて、若手 TV とか、あと風味に言いたいことないですか。体でかなりするちゃうかなっていうのは思うんですけど。おい、なんで関東にしたのかを聞いてもいいですか。最初にその大学行きたいなと思ったんで。愛知志望。やばいやばい、ちょっとやばいぞこれ。ガス機アラームが鳴ってる。ピコン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 。いやいやいや、これは B 山チャンスだよ。ピコンピコン。好きな偉人ちょっと聞いてもいいですか。はい、小林一三っていう人は好きですね。おお、小林一三。半径を作った人です。関西の街づくりのプロやと思ってください。街、はいはいはい、づくりに興味を持つということは地理選択なわけですよ。都市モデルの話なんでね。文系で地理選択やとしたら、あの大学なんよな。コロナウイルスで世の中騒いでますが、コロナウイルスどういう風になるかちょっと予想してもらってもいいですか。人数減ってるかなと思ったんですけど、全然減ってなかったんで、はい、多分今年いっぱいは続くんじゃないでしょうか。はい、それによって社会にどういう影響があるとか、なんか分かりますか。買い物とかみんなしなくなっちゃうと思うんで、経済が衰退するかなと思いますけど。完璧な答え。分かりましたぜ、B 山。これは経済についても語れる、地理受験している、正直一つ橋か東大かどっちかしかない。まあおそらく関西からわざわざ京都大学を通り越して関東に行くということは東京大学なんだ。東京大学文化二類経済学部です。宮本勝負します。お兄さん、通ってる大学部教えてください。早稲田大学の商学部です。でも負けた。ビーヤマさんと70かな。いや、ビーヤマはマサショーズ落ちたが。早稲田大学商学部偏差値70です。というわけで今回は現在ビーヤマの勝利だ。どこだと思った。いや、東大やと思った。正直宝塚って結構私立の中高一貫校行きがちなんで。僕も中高一貫やったんですけど、めっちゃ低いとこやったんで。報徳や、報徳。そうです、そうです、そうです。いやいや、当てんなお前。こっち気持ち悪いな。私立低いとこやったら報徳か二川どっちかや。いやいや、気持ち悪い。
はい、というわけで学歴じゃんけんやってまいりました。今回飯山が選んだのは早稲田大学小学部偏差値70です。高田風美が選んだのは名古屋工業大学若手ルールで偏差値65。というわけで今回の学歴じゃんけん飯山の勝利やーしゃー。というわけで負けた風美からはこのパーカーを視聴者のお前らにプレゼントしたる。俺の逆転劇見せたるから、お前らチャンネル登録と高評価、概要欄から SNS のフォローも頼むぞ。で、みんなも学歴いじめを磨いてください。じゃあ今日この辺でバイ。わかっTVでお悩み相談を募集します。わかっTV見てるみんなの大学生活の悩みや恋愛の悩み、アルバイトの悩み、サークルの悩み、そんなん俺らに教えてくれたら代わりに俺らが解決したるわ。詳細は概要欄を見てや。